Assalamualaikum. Saya Zha Chan Naru Lento. Halo Kato. Akito. Ah, 間違えた。アラビア語ですね。はい。はい、アラビア語圏。イメージある、はい、アラビア語。横の国が使うとかはわかる？サウジアラビアとインド、インドも使ってますね。インドも使うんだ。インドの、あのイスラム教の人は使う。そういうことね。あとあれかな、ドバイとか。あ、ドバイとか、あとトルコ？トルコはね、トルコ語があると思う。あ、そうですか。そう、メルハバとか。こんにちはってトルコ語だって、でも近いんじゃないかな、同じムスリムだから。はるか、なんかイメージあるかい？わかりません。ドバイとか、そうだね、そういうところだよね。あとエジプトもかな。そうですか。イジ違ったらごめん。ドバイが有名かな。ドバイのイメージとか聞いとこうかな。ドバイ、ドバイ、お金持ち、お金持ち、お金持ち、確かにお金持ち。すごくお金持ちが住んでるところ。あとはあのすごくドバイって暑い国だけど、あのお金持ちの国で何でもできるように作ってますね。何でも、はい、何でも。例えばあのヘリコプターみたいな、あの飛行機とかも、自分の飛行機とか。確かにプライベートの、うん、そう、プライベートの飛行機とか、あとは車なんですけど、聞いた話が合ってるかわからないんですけど、あ、空をあのと飛べる車かな。そんなの、あるの？はい、聞きました。知らない。乗りたい。乗れるか、ドバイ行ったら。はい、例えば、あ、時々あの渋滞があるときに、それであの空に飛んでいたりとかするんですね。ヤンマーに欲しくない？ヤンマーに欲しいね。一番必要は私かも。そうだね、今一番大変だよね。とミャンマー政府の方々に検討してもらおう、空飛ぶ車。そうです。あれね、ライオンとかにもパッとみたいに家にあれやるね。ライオン、タカとかじゃなくてライオンなんだ。はい、ライオンとか。ライオンとか、あとタイガーとか。タイガーとか。パトみたいに家にね。かっこいい、憧れる。買ってる。お酒屋はないと聞きましたね。お酒の店。まあ、今、いやいや、最近あの大丈夫になりましたよ。法律が決めました。お酒大丈夫でしたって。お酒と、あと結婚しないで、あの、一緒に住む。それも、はい、なかなかさ、ショッキングというかびっくりしちゃうね。今までね、本当にそうです。ビールとか、ビールはそんなに厳しくないですけど、例えばあの結婚しないで一緒に住んだりとか、恋人とか、それだとあの外国全然もうダメでしたね、昔は。それであの 2週間前、3週間くらいかな、私ニュース読んだのは、あのこのそれも大丈夫になりましたって、法律は。それはさ、でもリンはオッケーなの？え？え、ママどうして？あのさ、宗教的でしょ。その宗教的な理由でさ、お酒とかその結婚の前にさ、一緒にさ、はい、のは良くなかったわけでしょ。そうですね。その宗教っていうのはもう国が認めてることじゃない。はい、それもさ、国が法律で OK にしたらさ、宗教的にもびっくり。あ、びっくりですよ、びっくりですよ。あ、あれですね、あのこのドバイの黒人はあのダメかもしれないですけど、外国人。あー、そういうことか。ドバイに住む外国人もそのダメだから、はい、まあ OK に、今 OK になりました。ドバイ行こうかな。ドバイいいね。ドバイ本当にいいです。あの一番高いパンとか有名ですよね。ドバイ、ドバイのハンバーガーとか、ドバイのパンとか、あの県で作ってる、すごく世界中で一番高いとか、それはドバイにありますね。あれ、トイレットも県で作ってるね。はい、ホテルとか作ってるの。はい、車とか、自分の車とか県で作ったりとか。ドバイの人ってめちゃめちゃお金持ちだね。すごいね。トイレしにくいね。
外国人の有名人とか、あとフットボール の, あのサッカーの有名人、ロナドとかシロナドとか、そういうなんか人たちもあのリラックスするときに、旅行するときに一番なんかドバイに行きますね、みんな。これね、すごいわかる。多いよね。ホテルもね、高級なやつ多いからね。すごく暑い、水が少ない国じゃないですか、ドバイって。砂漠の国なんですけども、すごくあのみんなに世界的にあの観光客を呼ばれるってすごいじゃないですか。ね。詳しいニュースはあんまりないんですけど、最近あのこの間政府は国民に4万チャット、一つ世界に4万チャットあれ支えてますじゃないですか。うんうん。はい。あれで問題になってます。あ、私には届かない、私には届かないとか、なんで私には届かないとか、みんなのあれが問題になってて、いろいろな街でね、本当にあの人集まってて、ダメ、この人ダメ、私たちにはあげられない、あげてないとか。どこに行ったらもらえるの？あ、自分の住んでる地区の偉い人とか、村長とか区長とか行けばもらえる？はい。YouTube 撮りながらもらいに行ったら怒られるかな、偉い人。多分モビドダルドわかると怒られるかもしれない。そんなに怒られるよね。なんかウイルスのせいでほとんどのあの飲食店って閉めてるじゃないですか。エビはすごく安くなってます。エビ安いんだ。はい。例えばシャコとか。シャコとか1キロあの2万チャットくらいになってます。シャコってどこに、市場とか行けば売ってる？普通の市場にはあんまりないですって、はるか。私は今ネットで見てるからね、すっごく食べたいなまま私後で送りますよ。あの値段も一緒に。でも家の近くの市場はね、今まで高いよ。豚でも病気になってるんですけど、まだ高い。エビも高いし。バハの市場は高い。あのさ、うちもさ、近くに市場あるじゃない。だから野菜とかもさ、その移動式のやつとかもさ、いろんなところにあるわけよ。市場の中にもでも野菜買えるし、外でも買えるでしょ。値段バラバラだよね。バラバラです。ね、たまに、ね、え、高って思うときあるもん。逆に、はい、え、安い、こんなに安くていいのって思うときもあるから。マンダレン。マハムニーパゴダ？あ、マハムニー、はい。マハミャムニーマダ。え？難しい。マハミャムニーパゴダ？マハヤムニー？マハミャムニー。ミャムニー。マハ…なんか違うらしいな。ドネーションですね。ウェブマネーとかそういう使えるそうです。ドネーション？そう、金のドネーションも受け付けているって書いてあります。あ、そうですか。パゴダ、開いてない。じゃないだからかな、ね、かな。あとはあの人があまりいないときに修理とかするじゃないのが一番いいんじゃないですか。新しくっていうかちょっとリノベーションするのかな。はい。なのであまり人いないときに修理した方が一番早いし安全だし、うん、そう考えると、はい、今がいいチャンスだよね。そうです。なのでマンダレーの、あの公園すっごく綺麗になりましたのこの間。そんなに。ボム、爆弾。ああ、はい。見た。3人死んだ。どこに？ちょっと待って、ニュースどこで見たか忘れちゃった。あった。3人死亡、6人が怪我。子供1歳。1歳。子供1歳6ヶ月の子供を1人も含めて死んだって。全部で3人が死んでて。すごくあの怪我した人も怪我があのちょっと大きいというかあんまり、はい、一般の人が巻き込まれたのが民間車両って書いてあるから、ラカイムタンゴーマーチ、うん、タンゴーマーチの NRT の、 あのパーティーに出馬するあの3人、うん、この3人をあの連れて行ったね、誰かが、なんだっけ、誰かがイイかな、イイというあのグループが連れて行ったね。それは今までまだ戻ってこてない、なんか来てない。アラカーミの A？ はい、はい、アラカーの A、 はい、うんうん、この3人、はい、連れて行ったのは今もなんか選挙も終わってて全部終わったから、この3人は今どこにいるのとか、みんなすごく心配してますね。怖い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 、うん、
3年ともアナディの、出馬する3年です。怖い。怖いよ。本当に怖い。なので今日もカンペインみたいな、この3年を自分の家に戻ってきてほしいとか、いろいろ回収はね、いろいろあります。ね、危ないね。考えるとヤンゴンは平和だね。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、リエンとハルカとアキでした。バイバーイ。